コーナーでは東日本大震災の被災者の皆さんをはじめ東北をバックアップするために活動している方々にお話を伺います。今夜は福島県猪苗代町に今月6日にリニューアルオープンした平和記念館に1時間を見て公益財団法人野口平和記念館に野口ゆき子さんに伺います。はい、この辺りは動物の性が多く特に関係はございませんが、当館職員で飲むには私だけですので声にあると信じております。結構じゃあ野口性が多い地域なんですね。そうですね、皆さんやはりでも野口ね、秀夫さん社会でまあ声高いですよね。そうですね、今回の新聞することになったきっかけというのは何だったんでしょうか。はい、千円札の肖像画でおなじみではありますが、どんなことをした人なのかなどわからない方が多くなっていると感じておりました。また観光地域としてこの役割を果たすべく、もう一度野口医療について知っていただく記念館へという思いがきっかけです。子供の頃にね、現役で飲んだという方はいると思いますけれども、はい、まあ、なかなかやっぱり、みんながみんな行くのに必要なことというわけではないですよね。でも、ね、そういうストーリー、日本もやっぱり日本で実力的だなというところですけど、実際に日本は本当に、そうですね、前の半分まで落ち込みました。はい、特に修学旅行生はほぼゼロという状況までなってしまいました。実際今観光客を、まあ、お客に見えてくるというのには何が必要だと思うんですか。そうですね、安全であるという正しい情報をしっかりと発信し続けることと、また来ていただいたお客様におもてなしの心でお迎えして安心していただくこと、また来ていただくことに仕方がしかないと考えております。福島県というのは2番目に県土が広い県で、いわゆる浜通りとしかも原発の地域とまた他の離れた地域が普通の状況が変わっていったりするので、そういうことで今地域で実際に発生したようなことにならないなと思ってるんですが、ありがとうございます。影響なく安全に暮らしておりますが、なかなか福島というだけで失敗される方がまだまだ多くいらっしゃると思います。学ぶこともできる体験型の研究も新たに加わります。